お疲れ様です。お疲れ様です。何何どうしたの？あ、ポケモン GO の話？はいはい、お願いします。ちょっと僕と店長、実はキラフレンド。とうとうなったね。そうそう、ね。うん、まあ、何回かなってんすけどね。そうそう、何度もそうそう、みんな、長いことやってますんで。これもう何年ぐらいやってんの？あれですね、僕が大学1年の時からだから、ポケモン GO が始まったのが。そうだっけ？じゃあもう、5、6年やってる。すごいね。すごいっすね。なんでこんなに、世間的にはもうみんな飽きてるかもしれないのに。なんかおじさん世代はやっぱやってますよね。まあやってる人はいるけどさ、うん、僕も会社の先輩も 4,5 人やってますもん。そうなんだ。でもうちの店でこのこれが流行りが終わらないのは絶対ぜんそくさんのせいだよね。そうですね、足立さんですね。そうそう、足立さんが大好きなんだよね。なんかね、なんかあの人基本的オンライン入ってるんですよね、うん、そうか、いつもやってる。でなんかもうギフトとか渡さないと怒られるし。怒られますよね。そうそう、今日もらってないんだけどちゃんとやってますか言われる。でも店の前にジムがあることも大きいけどね。そう、大きいですよね、うん、今日も倒しましたから ね、そうだよね。もうみんなで順番に入れて、あ、交換してくれる。今回は珍しいオンバット同士。何これ、オンバット同士を交換する。こいつ、うん、進化するのにアメが400個必要らしいんです。え、そんで、ですごい果てしないじゃん。そうなんですよ、だからまあ交換して地道に1個もらえるんで集めよう。交換すると1個もらえるの？あ、じゃあもうまめにこう交換していけばいいのね。そうそう、キャッチボールのように。だけどこれ1回交換するともうできないんで。ああ、俺とはってこと？あ、じゃないです、そのポケモンが。あ、そうなの？じゃあもう増やさなせない。あ、じゃああとは連れて歩くしかない。そう、連れて歩いて、不思議な飴使って、うん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 、頑張るしかないですね。そうですか、わかりました。果てしないですね。そうですね。はい、じゃあキラフレンドで交換したのでキラキラになりました。はい。よし、畑さんありがとうございました。あ、ポケモン GO 好きな人はみんなうちでやろうね、一緒に。はい、そうですね、やりましょう。はい、やりましょう。ありがとうございます。